こんばんは。全国の明日の天気をウェザーニュースキャスターの江川さえねがお伝えします。それではアイコンで見ていきましょう。こちらです。明日4月1日新年のスタートは日差しが届く地域が多いですが、ただ強い寒気の影響で大気の状態は不安定です。雨アイコンついていない地域でもにわか雨の可能性がありますので、ピンポイント天気ご確認ください。また各地の気温を見てみますと、あまり上がらないという地域多くなっております。暖かい服装でお出かけしてください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。